ソン・ハドソンは様々なパイプを持つエージェントだ。情報を聞き出す術にたけ、誰もが落とされていった。ダニエル・クラーク博士のようにな。ハドソンは情報局の分析官が NVA に逮捕され、アンソニアット空軍基地に移送後 KGB に引き渡されることを聞き出した。サイゴン脱出に注目が集まる中、ハドソンは決断を求められた。彼にはうってつけの切り札があった。フランク・ウッズだ。ハドソン、聞こえるか？ああ、分析官はここにいるはずだ。いずれ消される。侵入して救出しろ。見捨てるわけにはいかない。当たり前だ。俺が処刑されては意味がない。ウッズ、今回はあまり時間がない。俺はこの下だ。オールクリア。第一グループ確保。第二グループに向かう。第2グループ確保。これより脱出する。クソ、ミグだ。ミグは離陸するぞ。あんなのがいたら回収機はひとたまりもない。片付けろ。アメリカも準備をし、どんどん攻撃するが指示しろ。俺なしじゃ何もできねえだろう。